チューダー・セント・ジョージ・タッカーは、イギリス生まれで、オーストラリアなどで活動した画家である。ロンドンで生まれた。祖父は、イギリス東インド会社の重役を務めた人物で、父親は、インド植民地軍の将校であった。家族の反対があったが、画家の道に進んだ。幼い頃から病弱で1881年に、健康に良い気候を求めて、オーストラリアのメルボルンに移った。 1883年から1887年の間、メルボルンのビクトリア国立美術館付属の美術学校でジョージ・ホリングス・ビーに学び、美術学校の賞を得て、ビクトリア州の美術アカデミーの展覧会に出展した。1887年にヨーロッパに戻り、アカデミー・ジュリアンなどで学んだ。フランスでは、メルボルンで共に学んだエマニュエル・フィリップス・フォックスと付き合った。 多くの芸術家が集まったエタンプにもしばしば滞在した。1891年に初めてサロンドパリに出展した。1892年にメルボルンに戻り、スタジオを開き、1893年から1899年までフォックスと美術学校を経営した。タッカーが教えた学生には、イナグレゴリー、バーサミフィールド、アンブローズ・パターソン、 バイオレット・テアグエラがいた。オーストラリアでも健康はそれほど改善されなかったので、1899年にロンドンに戻ることにして、チェルシーにスタジオを開いた。ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会に、1900年と1901年に2点、1902年に1点の絵画を出展した。1906年にロンドンで肺炎から死去した。ありがとうございます。